絶対誰かが締め役で、あれの締め役です。茨城にブラジル人呼んで今も野村修平です。今もブラジルなんだけど当時も野村修平。はい、ということで大東京編始まりました。僕の役者人生のピークです。一番楽しかった、まあ、他にもね、いろいろあるんですけども、まあなんか話せそうなエピソードがあるやつを、はい、いくつか取り上げたんですけども、まあ、まずさっきの山形から帰ってきました、はい、山形から帰ってきた時に友達と旅行行ってたんですよ。事務所から電話がかかってきて、で新しい事務所入ったんですけど、事務所から電話がかかってきて、進路坊主にできるかって言われて定一の国っていう映画が決まったぞ、はい、で、まあ、坊主にしないといけない、この木下健太郎さんっていうね、柔道部の部長なんですけど、はい、もちろん坊主なんですよ。坊主にしないといけないんだけど大丈夫かって言われて、大丈夫です。で、坊主にすることが決まります。で、菅田将暉さんとか志尊淳さんとか野村修平さんとかが、まあ、メインキャストの一個下ぐらいの感じで役を与えられました。髪型も坊主にして、ちゃんとね衣装合わせとかやって、本当多分みんな憧れてるさ、撮影の合間のベンチコート、はいはいはい、寒い時にこうベンチコートをスタッフさんがかけに来てくれるとか、はい、もう本当になんか、あ、やっと役者になれたなっていう作品で、で撮影期間も3ヶ月とか、はいはい、もうで毎日のように撮影があって、で佐野とかにもロケに行って撮影してってやって、試写会、みんなで試写会行ったんですけど、試写会で見たら出演が2秒でした。2秒、はい、しかも後頭部もう揉めてるところを止めるっていう、さらに後頭部、はい、時間なんだったんだよ。ポーズにして、ポーズにして、ベンチコートして、ベンチコートさせてもらって、いる、ベンチコートいる。まあそういうもんなんだよって言われます、事務所の人に。役を与えられただけでね、ありがたいと思いなさいと言われて、はい、まあ、心を入れ替えて頑張ります。でキャバスカ学園ね、この学園シリーズ、 AKB の学園シリーズってたくさんあると思うんですけど、キャバクラバージョンのやつで、うん、まあ、AKB 全盛期の頃の、みんながその AKB の誰々が好きって言ってる時には、僕はもう共演してました、うん、AKB と。まだ終わってます。で、続いて、男飯、原作漫画のドラマがあるんですけど、まあ、それで今、高畑優太さん出演してて、で、一緒に撮ってたんですけど、ずっと1ヶ月ぐらいかな、はい、撮ってたんですけど、まあ、撮影本当終わるぐらいの時に、はい、高畑さんが逮捕されて、懐かしい。高畑さんの出演シーン全部カットされるんですよ。で、と同時に進藤の出演シーンも全部カットされました。一緒に一緒くたり一緒に、もうでも綺麗に消すんだよね、あれね。うーん、まあ、まあ、話つながってんのかなって思うけど、結構まあメイン級のね、キャストだったんで、まあ、大変だなぁと思うんだな。で、次 IQ246、 これ本当にやらかしました僕。役者人生で一番のやらかしですね。探偵ものなんですけど、織田裕二さんの他にディーン・フジオカさん、あと土屋太鳳さんが出てる作品なんですけど、織田裕二さんを1時間待たせました。すごい、僕大遅刻して、この時緑山スタジオで撮影してたんですけど、もう急いで入って、スタッフさんにも入ってください入ってくださいって言われて入って、もう何も状況把握しないまま野田裕二を追い詰める役をしてました。なんで追い詰めてるかも、なんか分かんない、全部よく分かんない、全部よく分かってないからなんか追い詰めてました。でも事務所からの大激怒ですね。めっちゃ怒られました、マジで。それはそうよね、これを機にと言っても過言ではないぐらい、俺本当になんか時間にめちゃくちゃしっかりするようになった。皆さんもね、織田裕二は待たせないようにしてください。普通待たせない、ね、くれぐれも。で、次ドクター X ですね。ドクター X の撮影に行ったんですよ、うん、楽屋に案内されて、
楽屋入ったんですけど、一向にスタッフが呼びに来ないと、うん、弁当とかも一切渡されないまま8時間経ちました。すごい、はい、ドッキリかなって思って、途中から8時間何も立たなくて、でまあテレビ局広いからさ、開けてもさ誰もいないの、廊下に誰もいなくて、なんかちょろちょろ歩いてたんだけど誰もいなくて、多分ね忘れられてました。そんなことあるの？はい、多分忘れられてました。あーいたんですねみたいな感じの顔をしながらスタッフさんが来て、なんかちょい役でとりあえずそこ頼んでてくださいぐらいの役を与えられた。役を与えられて、マジできつかった、これ本当に一番しんどかったかもしれないな。何もなしに8時間ですって、やばい、すごいね。しかも言えないしね。そうなの、携帯の充電も切れちゃって、この後バイトが入ったんですけど、バイトももう連絡もできないから、バックレたと思われてて、本当に最悪でした。災難だね。災難でした。で、この後に小劇場の舞台に手を出します。はい、それが本当にあの役者人生終わりの始まりでした。小劇場って本当にあの麻薬と一緒なんですよ。うんうん、これ麻薬と一緒で、はい、映画とかドラマってリハ稽古とかなくて、もういきなり本番からスタートじゃないですか。はいはい、でもこの舞台って稽古があるんですよ。うん、稽古がでから、まあ、本番に移ると、はい、で小劇場の舞台はこの稽古ノーギャラです。え、その稽古はどのくらいの期間やるの？だいたいね、1ヶ月から3ヶ月ぐらいやります。でこの間もノーギャラ、うん、でも稽古はしてるから、うん、なんか仕事してる感じになるんですよ。あ、なるほどね。今までもうずっと暇だった人、うん、だけど毎日お芝居ができて、毎日予定が詰まってる、毎日のように稽古あるんで、なんかやってる気になっちゃう。充実感ある。充実感ある。で本番行くんですけど、本番もやっぱ生のお客さんの声を聞けるし、みんな楽しんでくれるから、もうなんかもうここでもっと充実しちゃう、もっと充実しちゃうってなると、もうここの永遠ループですよね。もうこの永遠ループです。もうここから抜け出せなくなります。衝撃場の役者になったらもう終わりです。で僕も抜け出せなくなりました。一番最初に見た舞台が劇団チキンハートっていう劇団の舞台だったんですけど、この劇団がめっちゃ面白くて、うんうん、めちゃくちゃ面白くて、俺もここで出たいなって思ってたら、オーディションがあったんで、まあ、それ受けてみたら見事これで合格して、はいはい、この劇団チキンハートの舞台、初舞台ですね、に出演することになりました。で僕もここからね、舞台の永遠ループ、はい、麻薬の世界に飛び込むことになるんですけども、ね、今までね、映画役者になりたいっていうのが目標でずっとやってたんですけど、実はそうですね、はい、ここに飛び込んできた、はい、映画役者になりたいっていうのが僕の夢だったんですけど、もうなんか舞台役者みたいになってきます。で今いろいろなんかもう書くと数えきれないんで、小劇場の舞台たくさん出ました。たくさん出てたんですけど、そのやっぱね、なんかどっか心のどっかでなんかちげえなっていう気持ちがずっとあって、うん、でまあチキンハートとは別の舞台で、はい、まあ、千秋楽が終わりまして、はい、で千秋楽終わって、まあ、舞台上だったりとか、まあ、楽屋をねみんなで果たしましょうって言って、はい、まあ、果たしてたんですよ。はい、でなんかの表紙に俺楽屋にパッと入ったの、はい、そしたら俺じゃないですよ、はい、俺じゃないですけど共演者の男性と女性が楽屋で、はい、楽屋ですか？またがってました。びっくりした、そっと閉めました。共演者同士もそういうのめっちゃあって、うん、もうほんとそれが嫌で、なんかずっとモヤ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 しながらなんかいろいろやってたんですけど、最終的には現場をね見てしまって、まあ、稽古終わりとかみんななんか普通にホテルみたいとかしてる人もいたんですよ。でそういうのがすごい気持ち悪くて、でまあ最終的に現場を見てしまって、はい、もうやめようと、うん、違う、はい、もう俺もうこんなんがやりたくて役
者になったわけじゃないし、ちょっと役者の熱ももう冷めちゃってたんですよ。なるほどね。ちょっともう面倒くさかった、現場に行くのが、事務所に、もうやめます、はい、言いに行きます、事務所の社長にやめますって言いに行ったら、まあ分かったと。でとりあえず1個オーディション入ってるから、まあ、それだけ、まあ、それも小劇場の舞台なんですけど、そのオーディションだけちょっと受けてくれないかって言われて、まあ、そのテヤンデイズですね、皆さんご存知。いや知らないテヤンデイズ、テヤンダジャレにしてはちょっと寒すぎる、テヤンデイズテヤンデイズテヤンデイズテヤンデイとデイズが光ってたこのテヤンデイズ、テヤンデイズのオーディションを受けました、はい、そしたらなんと主演が決まりましたもうやめると、もうやめると言った最後のオーディションで主演になりました。その事務所が取っちゃってたオーディションみたいなことだよね、要は。そうそうそう。で、なんか声が出てきちゃいましたね。君の声がいいって言って。で、この役が西郷さん。西郷さん。西郷隆盛の役でした。西郷。西郷。で、まあ、薩摩藩士なんですけど、西郷隆盛が、カッパになっちゃうみたいな。カッパになっちゃう。なんでそんな。それが僕の最後の役あの役者人生、今までいろいろありましたね、あの天帝選手と握手したりとか、桜井翔さんと共演したりとか、山形行ったりとか、いろいろあって、最後はカッパ役ですカッパですね、最後カッパで、はい、最後カッパ役で役者人生終了しますこれがまあ23歳ぐらいの時ですね、うん、まあでも本当にね、まあいろいろありましたけども、でもまだちなみに尖ってますあの役者としてではなく人として尖ってるんですよ、基本に常に尖ってる、こんな感じで、まあまあでも多少ね削れて、多少削れたんですけど、まあ、まだまだ尖っているという感じですかね、はい、ということで、まあここまで見てくれた皆様ありがとうございます。これが、まあ、本当に大まかなんですけど、いろいろ他にも話したいことあるんですけど、まあ、大まかにね、僕の役者時代をまとめてみました。で、この後、役者辞めてから、美容師になるんですけども、はい、その坊主時代にね、僕がバイトしてた隣のね、居酒屋さんの女の子が、まあ、美容師さんだったんですけど、まあ、その人にカットモデルに誘われて、なんで坊主をカットモデルに誘う美容師がいるんですけど、その人にカットモデルに誘われて、一旦美容室で、まあ、働くと思います。いろいろ繋がってくる。いろいろ繋がってきます。坊主じゃなかったら、美容師が来なかったかもしれないし。ということで、次回、美容師編。はい。なります。広報期待です。ここまでのね、僕の経歴が面白いな、楽しいなって思った方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。